女子高生の無駄遣い、独特のテンポと不思議な魅力でね、どんどん癖になっていく、まあ言うならばスルメドラマと結構話題になっている女子無駄なんだけど、そんな中で初めての全編コメディで奮闘しているのが教師の早稲田こと沢渡正孝を演じている劇団エグザイルの町田啓太。ウェブサイトインターネットテレビガイド2月21日付のインタビューによると、これまでもワンシチュエーションで芸人さんと共演したり、コメディ寄りのドラマに出たことはあります。しかしここまで全キャラクター全ストーリーがコメディの作品は初めてです。それから年齢的に大人チームに入っているので、やっぱり大倉浩二さん演じる教頭先生を見ると笑っちゃいますよね。心配性ですし可愛らしさもあって、とにかく大倉さんがたくさん仕掛けてくるので助けていただいています。びっくりするお芝居が飛んでくるので毎回新鮮に反応できている気がします。そう来るんだったらこれやっちゃおうみたいな雰囲気も現場で生まれていて、監督と相談しながら試行錯誤しています。非常に楽しいです。教師早稲田を演じるにあたって B の先生の原作があるので、そこをあまり崩さないようにしつつも、残念な大人を思いっきりやれたらいいねという内容を監督を含めて話しました。ネクタイも絶妙に長さが足りていなかったり、部屋着もダサかったり、細かいところですけど残念ポイントを加えています。皆さんから見て、お前もうちょっと頑張れよというキャラクターに映っていたら嬉しいです。お気に入りのシーンということでは、個人的には家で一人というシーンが結構あるんですが、原作でもあった目覚まし時計のもっちにゃんのくだりは結構振り切っているので見ていただけたらなと。あとは第6話に出てくる教頭先生との BL のシーンも、最初に大倉浩二さんとやらせていただいた時に笑える感じで演じていたんです。でも監督からもっとマジでやってくださいという指示があって、結果的に真剣に演じているので、皆さんに笑ってもらえるのか惹かれるのか見ていただくまではわからないですけど、楽しみにしていただけたらと思います。最後は後ろから照明を当ててもらって、いわゆる恋愛ドラマみたいなムードになっているんです。しかもメイクさんが大倉さんの唇にピンク色が入ったリップクリームをおもむろに塗り始めて、そのシーンはお互いの顔も近かったので、唇を見るたびに笑い死にしそうになりました。それと監督が本番の最終テイクでなかなかカットをかけなかったんですよ。これこのまま行くんじゃないかとか思いながら、極限の距離でした。ふん。で、そしてね、早稲田と教頭の BL シーンが気になる第6話に関して、公式サイトのニュースではこんな記事が。第6話のゲストにグルメリポーターとしてこれまで数々の料理や味を表現してきた彦摩呂が登場。彦摩呂が演じるのは、町田啓太演じる低所得 P こと早稲田が出展した同人誌即売会ボーカロイドマイスターで、隣のブースに合わせた同じくボカロ P のピーナッツ。原作アニメでも人気の高いキャラクターであるピーナッツは、見た目も中身も大変悪が強く、喋る時もやたらとおかしな例えを繰り出してくるという、女子無駄有数の強烈な個性を放つ登場人物です。湯切りに失敗したカップ焼きそば、5歳児が食べ散らかしたピスタチオ、一晩寝かせたピーナッツバターなど、一度聞いただけではなかなか頭にスッと入ってくるのが難しいピーナッツの例え。演じた彦摩呂は、一晩寝かせたピーナッツバターだよね、興奮しちゃうよなというセリフが特に気に入ったそうで、全く意味不明のようでちょっとわかるようなねっとりとした感触と、一晩寝かすことで味が馴染んで奥行きを出してくれるようなと、そのセリフの解釈を本人なりに分析しながらも、最後には言いながらわからなくなってきましたと、やっぱり混乱してしまったようでした。さらに本人曰く、ピーナッツの原画を見た時に親しみが溢れてきましたし、自分が演じられることも嬉しかったです。ちなみに今回 T シャツ以外は全て自前で用意させていただきましたので、ワクワクです。そして劇中の汗も自前です。髪型などもメイクさんが丁寧に作ってくれたのですが、鏡の前でどんどんピーナッツに変身していったのが面白かったです。それからこのドラマを彦摩呂が例えるなら、まさに女子高生の無駄遣いはドラマの日替わりランチやです。
毎回キャラの濃い生徒と先生のエピソードが飽きさせない最高です。そしてピーナッツの見どころは早稲田を見送った時の笑顔です。ふん、ということで、とにもかくにも女子高生の無駄遣い、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。